環境問題に電動化、さらには自動運転やシェアリングなどの対応に多忙を極めているはずのこの時期に、トヨタという自動車メーカーからモータースポーツを見据えた本格ホットハッチが誕生したことを、まずは率直に歓迎したい。いや、本当にこれはなかなか他メーカーには真似ができないことだと思う。 GR ヤリスは足回りだけでなくエンジンも駆動系も、さらに言えばボディまで専用設計のスポーティモデル。いや、スポーティモデルなんか生半可な表現では到底足りない。 B セグメントスポーツカーとでも呼びたくなるくらい、車の根っこからしっかりと作り込まれたハイパフォーマンスモデルである。今回試乗したのは GR ヤリスのプロトタイプ。もっとも同じプロトタイプといっても、昨年12月に試乗した段階から目覚ましい進歩を遂げていることは明らかだった。しかも今回は RZ ハイパフォーマンス、 RZ、RS と名付けられた3グレードへの試乗を許された。まずは各グレードの概要をお知らせしよう。 GR ヤリスと大谷達也氏、 RZ ハイパフォーマンスは GR ヤリスの最上級グレードである。エンジンは最高出力272ピコセカンドの3気筒 1.6 リットルターボエンジンで、駆動系は GR ヤリス最大の特徴と言ってもいいトルク配分率可変式のスポーツ 4WD-GR4 を採用。前後にトルセン式 LSD を装備し、ミシュランパイロットスポーツ 4S というハイパフォーマンスタイヤを装着しているのが特徴だ。 RZ はそのダウングレード版だが、エンジンや駆動系は RZ ハイパフォーマンスと共通。ただし前後の LSD が省かれているほか、タイヤがダンロップスポーツマックス050に置き換えられるといった違いがある。残る RS は GR ヤリスのエントリーグレードで、エンジンは最高出力120ピコセカンドの3気筒 1.5 リットル自然吸気エンジンで、駆動系も全輪駆動と CVT の組み合わせとなるが、上級グレードと同じ GR ヤリス専用のサンドアボディが与えられる。ちなみに今回試乗したのは以上の3グレードだが、この他に RZ と同様のパワートレインに軽量化を施した競技ベース用の RC も存在する。トヨタ GR ヤリス RZ ハイパフォーマンスプロトタイプ、路面がぐっしょりと湿った富士スピードウェイのショートコースで最初に試乗したのは RZ ハイパフォーマンス。これが12月に試乗したプロトタイプとは違って、面白いようにくるくると回る。といってもスピンするわけではなく、アクセルを踏んでもオーバーステア、限界的コーナリング中に軽くブレーキを踏んで全荷重にしてもオーバーステアが顔を出すという具合で、上級者にはたまらない設定なのだ。リッターあたり170ピコセカンドを誇る3気筒エンジンは、トルク特性がフラットな上に、どの回転域からでもレスポンスよく吹き上がる。トップエンドでのスムーズさも良好。3気筒特有のビート感をあまり感じさせないところも好印象だった。トヨタ GR ヤリス RZ プロトタイプ、続いて RZ に試乗する。くるくるとよく回る傾向は RZ ハイパフォーマンスと同様。ただし LSD が装着されていない分、滑り始めた後もスロットルオンで積極的に車を前に押し出すのは難しい。それでも 4WD ゆえにオープンデフを積んだ後輪駆動に比べれば、はるかにトラクションがよく効くので、止めどなく車速が落ち込んでストレスが募るということはない。また RZ ハイパフォーマンスよりグリップレベルがワンランク下がるタイヤとのバランスも良好で、絶対的な速さやコントロール性が RZ ハイパフォーマンスに及ばないのを別にすれば、これはこれでありと思わせるまとまりだった。
トヨタ GR ヤリス RZ ハイパフォーマンスプロトタイプ。ところで GR ヤリス最大の特徴であるスポーツ 4WD-GR4 のトルク配分はノーマルモードで FR60:40、トラックモードで50:50、スポーツモードは30:70に設定されている。後輪駆動に近いステアリング特性と 4WD らしいスタビリティの両立を狙ったスポーツモードが30:70とされたのはいいにしても、トラクション性能の最大化を狙ったトラックモードが50:50とされたのは興味深い。なぜなら前後の重量バランスと駆動配分を揃えるのが理論的には最もトラクション性能を高くできると考えられるからだ。点をエンジニアに尋ねたところ、私たちも意外に思っていますが、さまざまなテストを行った結果、これが最も優れたトラクションを発揮するとの結論に達しましたとの答えが返ってきた。どうやら加速時には静的な重量バランスよりも実際にはリア寄りになるなどのことから、50:50が最適のトラクションという答えになったようだ。もっとも、ここに挙げた数値はいずれも代表的なものであり、ブレーキング時にはほんの少しだけリアにトラクションを伝えてスタビリティを向上させるといったダイナミックな制御も随所で行われているらしい。GR ヤリス RZGR パーツ装着車プロトタイプ 4WD モデルにはオフロードコースでも試乗できた。ここでも抜群のコントロール性を示し、ドリフト走行を満喫できたが、サーキット走行の際と同じようにどれほどドリフトアングルを深く取ってもスピンする気配を見せない点にも驚かされた。 4WD システムの熟成が極めて高いレベルに到達している証左だろう。なお、前後の駆動スピードを等速とするトランスファー、機械式 LSD、ラリー用ダンパー、開発中などがオプションで用意されており、オフロード走行時はこれらを使用した。このうち等速トランスファーは、リアを増速したままだとオーバーステアが際限なく増大するために用意されたものだという。トヨタ GR ヤリス RS プロトタイプ最後に RS にもショートコースで試乗した。正直乗る前は格好だけ GR ヤリスを真似た廉価版でしょうと思っていたのだが、荷重移動次第ではオーバーステアも引き出せる本格的なスポーティハンドリングに度肝を抜かれた。もちろんエンジンパワーは限られているし、前輪駆動だからアクセルを踏んだだけでドリフトに持ち込めるわけではないが、そのハンドリングはタイヤと対話しながらワインディングロードを攻めたいスポーツドライビング派にも受け入れられる本格的なものと言える。谷達也、自動車ライター、元電気系エンジニアという経歴を持つせいか、最近は次世代エコカーとスーパースポーツカーという両極端な車を取材するることが多い。一方で正確な知識に基づき難しい話を平易な言葉で説明するが、執筆活動のテーマでもある。以前はカーグラフィック編集部に20年間勤務し、副編集長を務めた。日本自動車ジャーナリスト協会会員、日本モータースポーツ記者会会長、